どうも、しんこです。今回も秘密の催眠ショーをやっていきたいと思います。パート3ということで、前回の続きからになります。前回は、2人目のね、人がまあやってきまして、まあ、催眠しましたよと。で、今回は3人目でしょうかね。頼もう。また来たと思ってるよ、多分ね、女王も。また来たな、思ってるよ。なんかハンマー持ってるな。それ、ちゃんと使えるかい？そこまでです。僕が相手です。みんなを元に戻してください。今日は、いろんな子が来るのね。ペコペコハンマーでここまで来るなんて。この子ただものじゃないかも。ペコペコハンマーでしたね。大丈夫？それで戦えるかい？ここに来るのは僕が最後。え、最後なの？僕だってもう一人前なんだ。絶対に倒してみせます。いやー、お疲れ様です。来たー、来たぞ。悪魔の仲間、緊張してます？かなり手が震えてますね。怖くなんかないです。どんな残酷なことをしようだって受けて立ちます。残酷なこと、そんな、まさか催眠ですよ、催眠。怖いわ。なんですかそれ。ご安心ください。あなたが受けるのは、そんなひどいことでない。そんなひどいことではなく、おもてなしです。最上級のね。最上級の おもてなし。あ、ちょっと画面が一瞬暗くなります。すいません。再開します。催眠、開始ですよ。あー、吸い込まれる、吸い込まれる。さあ、思う存分浸ってください。すべてを忘れるほどの快楽に。これは、目が回る。あれ？おかしいな。なんだか、力が抜けて、ふわふわした気分。ダメだ。しっかり。でも。パタ。バタだよ、バタ。ここは、どこだ？何？え？どこだ？屋敷ですか？なんだ？なんか両端の同足がなんかものすごく怖いわ。変だな。こんなテーブルなかったのに。ようこそ催眠空間へ。ここはあなたが抑えている欲望を満たすための夢の世界です。時刻は午前0時。さあ、素敵な時間をお過ごしください。もう0時は寝てるよ。もう寝る。もう11時には寝るよ。真夜中の晩餐会。これは幻だ。そんなものに惑わせませんよ。お見通しだもん。さすが、お気づきでしたか。噛んだね。なら、話が早い。ここは、あくまであなただけの幻の世界。だから、なんだって思いのままです。好き勝手しても、尖れる。ブブ。咎めるものはいませんよ。そんな。あれ、なんか力が入らない。お腹、すいちゃった。では、こちらをどうぞ。夜食ですか？これは、お子様ラーメンセットデラックス。
デラックス、そんなお子様ランチにデラックスあったんだね。知らなかったな。でも量多くないかい？気のせいか？ラーメンとかポテトとか、こんなのひいなに食べるものでは。あー、脂っこい。あー、胃もたれ。もう翌日胃もたれです。もちろんおまけのおもちゃもついてます。なんて罪深い。いやいや、この間違いしないでください。僕がこんな熱されるわけ。おや、ここはあなたの欲を反映した世界。我慢したり無理に背伸びする必要もありませんよ。深夜にラーメン太ります。多分太ります。無言は怖いんですよね。なんか無言怖いって、なんかの動画でもね、なんか言ったような感じしますけどね。いや、だいたい言ってんな。デザートはありますか？あるんですよ。パフェですよ、パフェ。はあ。食べちゃった。もう戦う意欲がなくなった。なんだか眠くなってきた。奥の部屋にビッグなふかふかベッドをご用意しました。そのまま歯を磨かずベッドにダイブしても怒られることはありません。あーっと、やべえぞ。そんな悪魔のささやき、やべえぞ。虫歯への第一歩を踏み出す。寝た。寝てますね。あー、体重増えちゃうよ。ではごゆっくり。あー、捕まった。催眠空間の中へ。あー、誰も倒せねえよ。起きましたね。すっかり見切られた表情です。さあ、もう大丈夫でしょう。あらら、すごいじゃない。これで改めて悪魔の時代が来るのね。ふふふ、やりましたね。誰も邪魔する者はいないし、この勝利を祝して乾杯じゃなかった。これからはデビルのみんなと思いっきり楽しんじゃうわよ。あ、乾杯。あ、てか待って、結局乾杯してるな。結局乾杯してますね。さあ、悪魔の打順始まりね。盛り上がっていくわよ。あーって。デビルのみんな乗ってるかい？ウィー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 ズー。もっと大きな声でウィー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 。一人で我に帰ると何してるんだ。あなたたち元は天使だったとしても、今まるっと全員すっかり悪魔なのよ。噛んだよ。これが何を意味するかわかるわよね。どうした？つまりこれでここにいるみんな私のお友達よ。ウィーウェブウェイ。ウィーじゃなかった、ウェイでしたよ。これでもう誰も私のことを悪魔だから怖いとかそんな目で見ないはず。ジョーさん、大丈夫ですか？しっかりしてくださいね。その無言タイマー怖いんですよ。だってみんな同じですもの。さあ、エンドですね。踊りまくるわよー。ウィー。なになになに、怖えよ、怖えよ。いきなりどうした、なんだよな。
セーブしよう、そうしよう。あれ？セーブできねえわ。あ、できました。なんていう選択を行わないといけないんでしょうか。情報見たいよね。さあ、どっちにしましょうか。いやー、一旦さ、悪魔の勝利にしてみない？誰に聞いてるんでしょうね。まあね、みんな悪魔だからね、もうみんなの勝ちだよ。みんなの勝ち、なんだみんなの勝ちだよって。こうして悪魔の女王は爽快な悪魔の仲間を増やし、みんなに崇められ、みんなに愛されるという、おしまい。終わらない幸せな夢を満喫しましたとさ。え？ん？待って、終わらない幸せな夢。おお、ん？エンド1インサイドで合ってるよね。英語苦手ですからね。え？夢って言ったよね。あれ、もしかしてさ、いや、もしかしてだけだよ。なんか嫌な予感がするのは気のせいでしょうか。先ほどプレイングということでですね、エンドではございません。一旦ですね、今回のパートは多分時間的に、まあ、ここで切るかなと思うんですけど、まあ、もしかしたらね、まあ、分割パートになってるかもしれませんが、まあ、一旦ここで切らせていただいて、次回は、ね、エンド2があるんだったら、まあ、そっちも見ようよということでね、まあ、次回天使の勝利を見まして、おまけもあるらしいのでね、まあ、もしあれやったら、まあ、おまけも見ようかな、的な感じで、思っておりますということやね。いやー、まあ、もしかしてね、そうなのかなみたいな感じの、まあ、エンド1でしたけどね。いやー、ありえるな。ということで、もしの動画が少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。で、ありがとうございました。催眠術って怖いよ。怖いよ。